手の得意とする走り方、それが脚質と言います。選手の得意な走り方は3種類、逃げ、追い、両。誰が前を走るのか、どの選手が後ろを走るのかを知りたいよね。まずは逃げ。逃げっていうのはね、ラインの先頭で風を受けて走る自力選手のことです。スタミナがある先行タイプと思います。漢字では一文字で逃げと書くのね。おお、なるほど、はい。そして次に追い込みタイプがあります。先行の後ろに風を受けないでスタミナを温存している、でゴール前で急加速して勝負に出る。でも後ろからスタミナ温存してて追い込むってすごいなんか得してない？私たち。なんかそれまですごい楽してる感じする、ね、いやいや、でも2人には役目があったでしょ。あ、後ろの選手をこう行かないようにする。そうそうそう。特徴は逃げ選手の後ろにいて後ろから来る別のラインの選手をブロックするところかな。そうか、後ろから来る選手のブロック、うん、こういうことか。そして逃げと追いと両方兼ね揃えた選手、自在選手って呼ばれて、漢字一文字で両って書くんだ。選手それぞれに得意な走り方があるんだよね。そしてそれぞれの選手の特徴を生かしチームを組んでラインを作り戦うんだよ。だったら3人チームで勝った場合じゃどうやって勝負がつくの？でもね、最後の直線、最後の直線は個人戦となってますので、みんなでそれぞれね、自分の力で頑張ることになってます。次は戦法、戦い方だね。脚質が逃げの選手、2種類の戦法があるんだよ。残り1周あたりから逃げ切るぞと風を受けてでも選手の先頭を走る、これを逃げもしくは先行という。そしてもう一つの戦法、先頭で逃げている選手をゴールまで残り 200〜300m のところから一気に加速してアウトコースから抜かそうとする仕掛け、これをまくりと言います。うん、まくりか。しっかり覚えといてね。ほら、選手がバンクに出てきた。本当だ、本当だ。前のレースが終わったらすぐに次の選手が出てくるんだね。意外とゆっくりだね。そう、これが足見せって言ってラインが分かるんだよ。どの選手が誰とチームを組んでラインを作るかが分かるんだ。でもレースの前に選手の脚質、あとラインも分かるなんてすごいね。そうなの、脚質ラインって大事だから ね、こうやって試合前にラインで走って試合に備えるんだね。さっきまで、あ、ジャンが鳴った。このジャンが鳴ったら、ラスト1周半なんです。ジャンが鳴り終わるとあと1周くらいってこと？そうだね。そう、ここからね、ラインがどんどん崩れていくから、ここからが戦法の見せ所なんですよ。頑張れ。順番がどんどん変わってくる。すごい、早い。もうね、最終コーナーまで行くと、もう個人戦ってなるから、ここからはね、もう本当にみんな一着目指して頑張るんだよ。すごい。ドキドキでしょ？ねえ、なんかハラハラするね。そう。どうなるの？どうなるの？こんな間近で競輪見れると楽しいでしょ。楽しい。目指せ競輪ヒーロー。